せいでマジでこっちが負担かかってる。回さねえの？なんで回すことができないの？なんでララクロフトがリーチになってんのやつがやってんの？俺の神業だろ？俺てんじゃねえぞ、ナンバーワンプレイヤーに。何してんだよ。開けなければ奇跡は起きねえだろ、ナンバーワンプレイヤーに。
美しいのはヒロちゃんのあの発電機があるんだよ。あそこの5代目はわかる。4代目が必要なんだよ。応援救助すぎんだよ。どっちか知んねえけど、どっちだったっけ、ララクロかセーブルが、こんな女性いたら男ドン引きすんだろ、もうよ。いら、他の人を見ろ、UI 見て。みんな女性いたら君たちのフェイスでも男ドン引きすんだろ。あそこの救助盤面はさ、どっちか知んねえけどさ、いらの人は通り逃げて、通りが行くような状態作んなきゃダメよ。君しかいないんじゃないんだよ。周りのメンバーがいるんだよ。どっちか死んでいいけどな。ただ劇団は終わ、劇団だからもう好きなようにやればいいんだよ。もう勝負あったんだから、もうこれが抜けたから。ナンバーワンプレイヤー美しいだろ。あそこ4代目回せんのがヒロちゃんの強みなんだよ。いい、ゲート前、ゲート前、ダメ。これはビビッグにゲートの近く、ゲートの脱出するところにまで寄って、時間制限か倒った瞬間に勝ちがなくなる。ヤング方向はダメ。行く方向、逃げる方向に向かっていく。で、やるってことだ。こうすると、2つのパターン、時間制限か、時間かかれば、5秒で蹴ると死ぬけど、5秒から7秒で死ぬ。あとは、倒れた瞬間に倒れて一発もらえばいい、そのまんま。で、一発もらえば倒れた瞬間にクールタイムあるから。その瞬間もう抜けれるから。そのためにギリ、ギリまで行かなきゃダメ。もうマジの話よ、これ。これ、怯えないで。やっぱりヒロちゃんスーパースター、折れてんじゃねえぞな。スーパースターヒロちゃんの凄さって知ってるか。アラクロちゃんとセーブルに一番勝てたのは、何でものを見る視点だよ。ホーリーは、あら、ホーリーはね、君たちにフェイスじゃ勝てない。でも一番動きが美しかったよ。ホーリーに惚れちゃうって、これは顔じゃない、やってる仕事だよ。やってる行動が美しい。こうなれ、いつか勝ったのはやっぱりヒロちゃん。